とうございます。先日登録者数100人突破しました。ありがとうございます。パチパチまだね、全然少ないと思うんですけど、見ていただいて皆さんのおかげなんで、これからもっと頑張っていきます。ということで100人を記念して札幌にやってきました。やってきました。イエーイ。ちょっと今回は湘南を飛び出して札幌でちらほら回っていきたいと思いますので、また楽しみにしてください。とりあえず札幌駅に着きました。ちょっと雨降ってます。ちょっとね、あいにくの天気なんですけど、札幌到着しましたので、これからちょっと移動していきたいと思います。わさびありでいいよね。ウニ入れたの？ウニは入れてないよね。いただきます。幸せ、念願の。はい、あ、炙りサバ。私も頼もう後で。はい、あ、はい、あ、いくら。乾杯。はい、いただきます。いらっしゃいませ。うまっ。札幌2日目です。
今回ちょっとねめっちゃ天気が悪くて来れるか分かんなかったんですけど、はい、とりあえず来てみたらいい感じだったので来ました。オータムフェスタ、念願の、念願の。これね、あのコロナ禍でずっとやってなかったんですけど、今年からかの3年ぶりぐらいにやってるらしくて、はい、大通公園であの9月に毎年本来はやってるイベントです。でちょっと雨で逆に空いてるので、ここからちょっといろいろね、いろんなお店があるので飲み食いしていきたいなと思います。思います。ではちょっとお店を散策しに行ってきます。行ってきます。こんな感じ、こんな感じでね、いろんなお店が出てます。しましたら Thank you。 待って、もビールとか、お金は、お金は、岡田マン残機は結構する。あ、いいんじゃない、岡田マンフル。あ、じゃあここでビールと、うん、残機と、すいません、岡田マン残機とビールを使ってください。5丁目会場ですね。これラーメンがメインですね。ラーメンは県を多分発売してるから、うん、買って、うん、そうだね、チケット買ってから繰り返しご案内申し上げます。発見所があるって、うん、カラスによる被害が増えております。飲食物から目を離さないようご注意ください。それぞれの会場ごとにそのエリアに入るみたいな感じですね。あ、YouTube。いい。6丁目ですね。はい。おお。あ、いいね、いいね。あ、でもちょっと見てみる。うん。宇治抹茶ハイボール、宇治抹茶ハイボールで、ホタテと、つぶ貝、つぶ貝本来2個のところが3個になってました。ラッキー、ラッキー、イエイ。
こんな感じでね、テントの中で食べれるの、いい感じです。ハイボール、ほのかに抹茶、結構ほじ茶、香りがすごい、香りがほじ茶、後から来る感じ、こっちは。これなんかお茶の苦味とビールの苦味が掛け合わさっててすごい苦い。確かに、結構苦いかも。好き嫌い分かれそう。まあまあじゃあね、これは嫌いじゃない、うん、でかいね。でかい。でかくてちょっと詰まってる、すごい。奥の方からスルンって行きたいんだけど失敗しそうです。あ、やばい。ここがここちょっとちぎれちゃった。後で美味しくいただきます。うん、スルンっていった。うん、でもこっちの方が短かった。見てか、ホタテがでかい。でかい、でかでか。でちょっとこの貝柱をマスを感じたので食べないよ、貝柱。うん、プリプリプリ。全部いっちゃっていいよ。マジ、うん、これ美味しさを伝えて。うわー、でかい。食感がすごい、弾力がプリプリね。私ちょっとさ、この後も2階だからちょっとマスオさんに一生懸命食べてもらう。雨がやばいっす。雨がすごい。なんだ。7丁目です。さっきやばかった雨がちょっと落ち着きました。よかった。でほんのちょっとね。多分雨とか。ああ、なるほど。あちこばらの中継ステーションに行きたい。いいね。あ、1番。2番、あ、2番か。余一ワイナリー、ナイアガラスパーティー。でも峠のナイアガラ多分飲んだことないかも。11番白ワイン。ああ、すごい。すごい。そしてワイン。あったかいうちにね、食べるのがいい。そうだね。じゃあ早速。いただきます。
ナイアガラ、こっちはスパークリングで、こっちは峠の方のナイアガラで、白ワインだけど、赤い、うん、確かに、いやいや、あ、いやー、うまーい、マジ、待って、めっちゃもうブドウ、語彙力、あ、語彙力、語彙力、全然違う、あなんか安定、うん、なんかすごい良いチームしっかりしてるね、うん、ということでカチョカマルの方を上の方からあ、くっついてるにゃーんあ、でもそのI'm too.
コロッケ。できればいいかなぐらいな感じだったけどね、うん、めちゃめちゃうまい。美味しい。もう味カツ名物のメンチカツで、めちゃくちゃ美味しい。これが本当味カツ有名で、テレビに出てた石ちゃんだから。でかいもん。眉、眉出ました。でかい、肉厚。うまっ。美味しいでしょ、うん、ソースがデミグラスソースで、うん、確かにハンバーグみたいなメンチカツ、うん、めちゃくちゃうまいこれ、ね、めっちゃ美味しい、うん、10丁目で肉を食ってメンチカツめっちゃ美味しかった。日が暮れてくると寒い。うん。本当に。飲んでるのもあって。うん。やっぱね、もう9月になったら北海道は羽織物とかちょっと上着ないと。うん。昼はね、全然 T シャツで行ってたんですけど。うん。寒暖差がやっぱあるよね。そうなんです。うん。なので、暖かい格好をして。はい。ということで、オータムフェストでした。じゃあ、